県では新型コロナウイルス感染防止対策として適切な対策を行っている飲食店や宿泊施設を認証しステッカーを交付しています。安心して利用できる施設を探す目印となる第三者認証制度をご存知でしょうか。前原龍二の前向きチャンネル。鹿児島県第三者認証制度は県民や観光客が飲食店や宿泊施設を安心して利用できるように県が認証し公表する制度です。認証されて飲食店に交付されるのがこの認証店ステッカーです。どんな対策を行っているのでしょうか。座席をですね、多少間引きして70からまあ80ぐらいあったものをですね、もう50ぐらいには減らしていると思います。その他にも利用者の入れ替えの時の消毒や日々の感染防止対策のチェックリストを利用者から見えるところに掲示するなど47項目の基準をクリアした飲食店が認証されステッカーが交付されます。安心安全だし、やっぱりそこを選んでいきます。我々ですね、従業員意識を高く持つようになったのではないかなというふうには感じてます。外食というところで控えておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、日々ですね、こういった取り組みいろいろやっておりますので、お店の方まで足を運んでいただきたいなと思っております。続いては認証を受けている宿泊施設を訪ねました。県では宿泊施設での感染防止対策の基準として実に112の項目を設定しているんです。基準をクリアした施設だけが認証されステッカーが交付されます。修学旅行を通してたくさん学生様宿泊されます。お部屋での密を避けるという形で大きな宴会場を宿泊施設として改装しました。今まで定員5名6名のところを3名4名という形でゆっくりとお部屋に入っていただくということができるようになりました。この日修学旅行で利用していた宮崎県の小学校の先生は第三者認証制度について安心できるかどうかの判断をですね、やっぱりするときにちゃんと認証を持ってらっしゃいますので安心だなというふうに使わせていただいています。このコロナ禍の中旅行を控えたお客様というのは多くおられると思います。私ども万全の体制でお迎えできるよう安心してお泊まりいただきますよう皆様方をお迎えしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。認証を希望する飲食店、宿泊施設は郵送やメールなどで申請書を提出してください。後日調査員が現地調査を行い認証基準に適合していることを確認した上で認証およびステッカーの交付が行われます。また認証を受けた飲食店や宿泊施設はそれぞれ専用のウェブサイトで確認できます。前原龍二のどんどん前向き宣言。お店の方も利用者である私たちも互いに協力し合って前向きに感染対策に取り組みましょう。